こんにちは、小池のババです。歳取ると首のシワが気になるんです。タートルネックおすすめです。シワは隠れるし暖かいです。小池ババは中年の頃から環境問題に表面的な関心を持っていました。小池ババはクールビズ言ったんですよ。女性ならではでしょ？小池ババは看板昔と今と全く同じなんです。小池ババは暑い夏を乗り切るアイデアでも頑張りました。いいでしょ？打ち水です。あたい可愛く映ってる？ババのヒット作というと何と言ってもかぶる傘レーズおほほ。寒い冬の対策に話を戻します。タートルネックだけじゃないですよ。体に肉をつけると暖かいですよ。都民ファーストは相撲部屋もやってるんです。冬は何と言ってもパンツの上に毛糸のズロースですよ。ねえ、ねえ、忘れていましたが、それにマスクもあったかいですよ。人種差別の主張をこういう時に滑り込ませる。巧妙にね。